学生時代で一番思い出に残っているのは、ほとんどの方は高校時代を挙げられることが多い。中学校時代と違い、大人の意識も高く、比較的自由度の高い青春時代、思い出は多くあるはず。受験等の大変さはあるが、文化祭などは楽しい思い出が残っている人も多いのではないだろうか。いろいろとメンバーで企画を考えて、準備していくという一大イベント、思い出しただけでもワクワクする時代である。そんな、日本の高校生が話題になっていた。では、どうぞ。映像は、交換留学生として日本に来ていたカナダ人の方が投稿されたもので、通われていた高校の文化祭の様子が収められています。長くなってしまったので、編集でだいぶカットしましたと説明されていますが、それでも、当日の盛り上がりが十二分に伝わる内容になっています。海外には、文化祭は学園祭を行う学校自体がそう多くないこともあり、学生が主体となって行われるこのイベントに、羨望の声が多く寄せられていました。海外の反応。クールだね。これが学校の行事だとは思えない。今までアニメではこういうシーンを見てきたけど、実際の文化祭を見れて感激した。メキシコ。学校に対する生徒たちの意識がアメリカとは真逆だね。日本にはまだ行ったことがないから何とも言えない部分もあるけど、生徒たちの熱意や学校教育のレベルはやっぱり段違いだ。教育者の一人として日本の学校を羨ましく思ったし、僕たちは日本を比較対象にすることすらできないのではなんて風に考えてしまったよ。アメリカ、私たちの学校にもこういうイベントがあったら最高なのに。アメリカ、日本で育ちたかった。日本人はラッキーすぎでしょ。だってあんな学校行事日本以外じゃうまくいかないもん。日本人は真面目でクリエイティブでコミュニティ意識があって、自分たちのやることに誇りを持つからこそできるんだよ。それにしてもほんと楽しそう。私もあの場にいたかった。イギリス、僕は生徒会長だから自分の学校でも文化祭をやってみようかと思ってる。日本の文化祭みたいな感じにしようと思ってるんだ。すごくためになる動画をどうもありがとう。コロンビア、オーマイガー、日本の学園祭凋落しそう。こんなイベントが学校にあるなんてすごく羨ましい。オーストラリア、信じられない、すごすぎる。日本人はあんな学園祭に力を入れるんだね。イスラエル、世界一クールな学校グランプリがあったらこの学校余裕で優勝できるじゃん。アメリカ、日本に学園祭のお手本を見せつけられた。国籍不明、こういうイベントって教師は関わらないで生徒たちだけで全部運営してるんでしょうか。フランス在住、日本の生徒たちは学園祭とか学校のいろんな行事にすごくプライドを持って取り組むからね。国籍不明、こっちの学校がつまらないわけだわ。ドイツ、西洋の国はどこもそんなもんでしょ。学校行事に関心を持つ子が多くないから。国籍不明、こういうお祭りとか生徒が楽しめるようなイベントを世界中の学校でやるべきだと私は思うのです。国籍不明、スペインには文化祭自体存在しないっていうのに。スペイン、俺の国にもこんな行事ない。1年に1回学校を開放して自由に見学できるイベントがあるくらい。部活とかクラブ活動もないしね。つまらない学校にいるんだってことに今気づかされたよ。ベルギー、5時50分日本語のレッドイップゴーはやっぱいいね。私だって日本に交換留学に行きたい。アイ、エストニア、私の国の学校がどれだけひどいのかを思い知らされた。カナダ、日本人は盛り上がり方盛り上げ方を分かってるね。アメリカ、つまりアニメで描かれてることはマジだったのか。国籍不明、うちの国にも学園祭なんかない。冗談抜きで私が通ってる学校は退屈すぎる。い
つか日本に行きたい。日本が大好き。サウジアラビア。すごすぎてびっくりしちゃったよ。てか、日本の学校には校歌まであるなんて知らなかった。カナダ。日本の学校の設備って整いまくりじゃない？日本って、どこもあんな感じなんだろうか。俺は、アッパーミドルの世帯の子が通う私立の高校に行ってたけど、日本の学校に比べると貧相だった。ブラジル。なんてこった。完全に、日本の学校に負けてる。しかも、なんで生徒さんたちあんな才能豊かなの？ベルギー。効果が普通に良い曲で笑った国籍不明。アナ雪を歌ってる集団の中に男子たちがいる光景が大好き。イギリスの男子なら絶対やってくれない。イギリス。ちょ待てよ。効果なんてあんの？すごくないか？ドイツ。私の学校にもあるよ。でも、学校自体500年前とかくらいに創設されたとこで、歌詞が古めかしいし退屈な曲だよ。イギリス。私は、生まれる国を間違えた。この動画を見た後は、そんな考えに脳内が支配されてる。バルセロナ。アメリカが、これくらいクールな国だったらよかったのに、アメリカ。俺も、あんなノリノリな観客の前で演奏してみたい、国籍不明。なぜに、俺は、日本人に生まれなかったんだろうか。俺って、やつは、前世で、一体何をやらかしたんだよ。アメリカ。基本的に、日本の学校は、アメリカの学校より、はるかに優秀。アメリカ。ノー。日本の学校の方が、もっともっと厳しいですよ。投稿者。しかし、かなり遠くなってしまった高校生時代だが、皆で頑張った後の達成感は忘れられないものがある。また、小屋さんでの友人たちとの楽しい記憶は、今でも鮮明に蘇ってくる大切な思い出である。人生の中でも、自分の転機となる出会いもある高校生時代、若者たちが熱く駆け抜けていくことを願っている。Thank you.